今日はですね、悟りについてということで、話をするんですが、話をする目的というのが、その悟りという言葉が非常に誤解されているという感じが僕はすごくしているわけですね。ですから、その悟りということをもう少し正確に、理解しないといけないのではないかなと思います。で、それで、そこのところを今日はね、少しいろいろな角度から見てみたいと思います。で、まず最初に僕が言いたいのは、悟り自体は難しくないわけで、誰でもできることなんだということなんですね。僕が捉えている悟りっていうことの感覚というのは、精神が成人に達したと、一人前になったということで、人間の人生の中でのある種の通過点であると。で、その後やっと心身ともにね、独立をしたということなので、これから社会貢献に入っていくと、そういう通過点なのだというふうに僕は捉えています。そうすると、悟りというのはさほど難しいことではなくて、自覚的に努力すれば誰でもが得られるというものだと思っています。ですから、物の本をたくさんいろいろ読んだりとかしてるとですね、その悟りというものがなんかものすごく大層なもののように書かれていて、で、自分をお釈迦様と同等のぐらい偉い人間だと思ってる人もたくさんいると思うんですね。お釈迦様の悟りはですね、ものすごく高いんですね。で、そういう悟りと、いわゆるお坊さんとか、あるいはそのニューエイジの、精神世界で書かれているいわゆる悟りですね、というのは、天地ほどの差があると。でも悟りは悟りなんですね。同じ悟りなんです。ですから、悟りということは同じなんですが、そのね、深さが違うんですね。悟りの深さというのが全く違っているということで、その辺が際どいので、悟りということを中心に一回の講演をしないといけないということになったわけですね。で、深い悟りを得ている人ほど、なんていうのかな、動じないというか、感情とか感性、浮き沈みがないわけですね。ところが、悟りは悟りなんだけど、昨日今日悟ったっていうようなレベルだとですね、自分は悟ったんだと。悟ったんだけど、なんかえらい苦しんでるわけですね。そういうことがよくあるわけで、本当に悟りを得てるんだったら、明日のことを思い煩ったりしないと思うんですね。明日自分はどうなるんだろうとか、会社が潰れたらどうなるんだろうとか、明日の食べるもの飲むものをね、心配したりしないだろうと思うんです。ところが、現実にはその悟ったという人がかなりその銀行の預金の額なんかを気にしているようなところがありましてね、かなりなんていうのか、混乱があるなっていう感じがしますね。ですから、僕はね、その辺のことをはっきりとさせないといけないので、2つの概念をね、持ち出さないといけないと思っています。で、それはですね、進化、霊的な進化ということです。で、それと悟りです。で、この2つをはっきりと分けないといけないと思っています。霊的な進化ということと、それからその悟りということですね。で、これは全く別です。ですから、悟りというのはね、何段階でも悟れるんですね。本なんかで、ニューエイジ系の本とか見ててね、悟ったふうなこと書いてあるんですよ。あるがままだとかね、そのままではあなたでいいんだとかね、いっぱい書いてあるんですよ。でも、僕は本見て、その人の進化段階分かりますからね、僕は触れると大体分かるんです。その本の著者とか、本人の名前に触れても分かります。その人の進化段階どのくらいか、おおよそ分かります。で、詳しく調べたら正確に分かります。で、きっちり何点何歩っていうのは分かる。で、その本を書いてるその進化段階0.4ぐらいなんですね。だから、これはね、どう考えてもね、どの段階でも悟れるんですね、これは。